はい、こんにちは。今日は第10回、状態方程式の演習問題をやりましょう。27°C1.013×10^5 で 10.0 mol の酸素が占める体積は何リットルかという問題ですね。で、まあ、例によって与えられたこの値をですね、書き出してみましょう。ここには4つの値が与えられていますね。で、27°C というのはこれ温度ですから、すぐに絶対温度に換算してですね、27+273、これは 300K ですね。だから 1.013×10^5 パスカルというのは圧力ですから、 P=1.013。10.0 mol はモル数 N ですね。で、気体定数が で、この4つの値から何を出せと言っているかというと、体積が何リットルかということですね。ですから V を求めなさいと。TPNR が分かっていて、その V を求めるときに、どんな式を使って計算をするかというのは、これはこういうふうに書いてみればもうすぐ分かりますね。この状態方程式を使うわけです。で、まあ、ちゃんと書きますと、NRT であると。で、V を出すわけですから、V イコールの形に直しておきましょう。P分の NRT ですね。ここに代入すると、V が 1.013×10^5 パスカル、N が10リットル、あ、10モル。R が 8.31×10^3。で、温度が 300K ですね。で、これを計算すると2.46×10^2 リットルという値になります。で、このように、状態方程式に当てはめて計算をすればいいということですね。で、ここでですね、この理想気体の状態方程式 PV=NRT がどのようにして出てきたのかというのをちょっと振り返っておきたいと思います。PV=NRT がどのようにして導き出されたのかということですね。例えば説明してくださいと言われたら、すぐにさっとこう説明できるようにしておくといいですね。出発点は何だったかっていうと、ボイルの法則ですね。PV イコール一定だと。ただしこれは T が一定という条件がありました。からシャルルの法則ですね。T 分の V が一定。これは P が一定という条件がありました。で、この2つの法則を組み合わせて、T 分の PV 一定。これがボイルシャルルの法則ですね。で、この場合に、まあ、こういう条件はもうなくなったわけですね。ただし、モル数は一定というのがあります。で、ここからさらに PV=NRT という、まあ、理想気体の状態方程式が導き出されたわけですね。で、
この式を使って例えば分子量を求めなさいなどというときに、この中に、まあ、分子量今入ってませんから、このままだと求められないんですね。その時に普通、質量 W が与えられているんですけども、W が分かっていて分子量 M を使ってモル数を出す、この WMN の間の関係式は何かということを考えますと、これは N イコール、まあ、M 分の W であるわけですけども、例えばこの関係式を言いなさいと言われたときに、こうさっとこの式が出てこない場合があると思いますけれども、そういう場合にはですね、ぜひ具体的な数値を当てはめて、考えてみてください。つまり例えば酸素について、酸素の分子量は32ですね。それが今、64g あったとします。これは何モルでしょう。それは、どうやって計算するかというと、 64g を 32g パーモル、まあ、モル質量で割りますね。そうするとこれが2モルという、まあ、値が出てくるんですけれども、この 64g というのが、質量ですね。から 32g パーモルというのは、まあ、これはまあ分子量から 2mol というのが N ですね。だから N イコール M 分の W という関係であるわけですね。でこのようにして具体的な数値を使って式を導き出すということ、そういうことをぜひやってみてください。でこの N をですね、この N に代入すると PV イコール M 分の WRT の式になって、例えばこの式から分子量 M を求めなさいなんていう時にね、 PV イコール WRT という式が出てきます。まあ、これはこの、まあ、状態方程式と同じものなんですけども、分子量を求める時などにはこういう形の式を使いますね。ですからこういう式はまあ暗記するのではなくて、まあ、その場でこれをここに代入して導き出せばですね。では次回は11回、この形の状態方程式の演習問題をやります。それでは。